延長でかかって赤字になってんだよ。あ、休みだったのね。仕事はちゃんと行かなきゃダメだよね。あ、別アカの作り方だよ。このアカウントいっぱいさ、3つ作ってくれたらすごい助かるんだけど、アカウント3つパンパンにしたら1人さ1000個貯めてさ、それを3000個じゃん。もうね、500人とか作ってくれたらさ、えらいこっちゃん。うん、3つ作った。で、他の家族のね、あの携帯とかも使ってさ作ってくれたらマジ最強なんだけど、メガホン。そう、みんなサブアカで作って貯めてんのよ。本アカだけでさ貯める人はもうほんと限りあるじゃん。貯めても1000個ぐらいじゃん。4ヶ月かかんのよ。3ヶ月と10日かかんのよ。4個です。8個もある。マジか、あーちゃん貯めてくれる。8個もあるって、貯めといてくれる。お前いなくなったよ。なんかドキュンが来た、隣に。なんかボクシーの、なんか人引いたのか分かんないけど、ボディの下見てた。なんかやべえみたいな、なんか引いちゃったみたいな。ドキュンが2人さ、その車の下覗き込んでる。やべえみたいな。何見てんだろうと思って、車の下ずっと覗き込んでるの2人で。何してんだろうと思って。ああ、そうそうそう、うん、言って、それ書いて、で、あと言って、自分で。うん。なあ、メガホン不正なあ。これ最強だと思うよ。メガホン最強、その不正メガホン。これ。アムチンが何？ TJ とコラボ？そんなんあんの？うせやん。ツイキャスで？マジ？アムチンツイキャス頑張ってんだ。じゃあ、うっせやん。今ほんまや。やっぱ限界を感じたんだな。やっぱ一人で歌って踊ってるだけだと、やっぱ絵面もさね、200人ぐらいじゃない。やっぱ TJ さんぐらいだったら絡まないとみたいな思ったんだろうね、多分。今いけないと、うん、限界がある。やっぱり一人で酒飲んで踊ってるだけでしょ、うん、平和すぎてね。いろんなところのさ、大手さんのさ、リスナーさん取らないと。考えるよそりゃ、うん。あ、バー経営してるからね。うん、あれもさ持たねえで、胃袋も。毎日酒飲んでよ、踊るんでしょ、歌って。でもあれでマンスリー毎月食い込んでるからすごいで、平和だしね。アムチンは他の配信者の悪口言わねえかね。うん、あれはちょっと見られないとダメだよ。聞いてるか、人の悪口ばっか言ってるやつ。アムチン見習いよマジで。あ、人に悪口言ってよ、タイトルとかしてよ、ヘイト向けてよ、数字取ってる配信者聞いてるかお前。ナイスとか取ってるやつダメだぞお前。アムチン見習いよお前。誰にも迷惑かけねえかね、ねえかね。うん、なあヨッサンとかよ、うん、誰のうんこも食わねえかな、アムチンは。なあ、うん、ゼロはもそんなことしないだろ。うん、ダメだよそんなの、伸びないよマジで。いつか帰ってくるからね、自分に。そんなんしてたら、うん、もうネタがないんだよ。でも配信者って言っとくわ、配信ってね、毎日やんなきゃいけないね、毎日。で、今日何喋ろうかなと、ネタなくなんだよマジで。うん、大変なのよ。うん、心を鬼にして、やっぱ人にヘイト向けてね、アンチの多い配信者さんに。で、数字もトロッといかないといけないのよ
よ。こういう世界なの、汚い世界なのよ。フワッチだけなのよ。ツイキャスはそんなことしなくてもいいんだけど、楽なのよ。あと配信が楽なの、喋ることないから。別に人のさ、まあ、配信見てるわけじゃん。配信してない時は人のさ、あここの枠炎上してんなってずっと見るわけじゃん。あめちゃくちゃ叩かれてるわみたいな。ああじゃあこれ次俺配信するときこのネタでやったらめちゃくちゃコメント増えるな、数字取れるなって、ニヤニヤしながら見てんのよみんなね。そうするとこういうことになるのよ。ヘイトの向き合いになって喧嘩になったりするのよ。お前ブロックだわって、マジムカつくわって、お前全然関係ない、お前なんで俺のね、こんな俺の女の子と叩かなきゃいけないんだよって、お前に関係ねえだろって。じゃあお前見せたくないわ、お前の、お前に配信見せるとそうやって配信で言うんだろうって、ご意見番するんだろうって、そういう人が出てくる。僕もね、なんか全然関係ない人になんかタイトルつけられてなんか便乗配信してくるやつブロックしたことある、うん、うぜえなって。なんでお前にそんなの言われんの、うん、すごいこの仕事ってのは普通のメンタルじゃ持たないです、うん、だから今はエミ太郎さんがね A 版になっちゃったんですよ。これタイトルエミ太郎 A 版ってやったらみんな結構 やってたと思うんだよ。え通じ取れるから、うん、俺はやんないけどね。そう芸品とかやってるでしょ、うん、あゼロワンやってた。えゼロワンそれ何でやってたの、俺見てないんだよ。寝てたのかな、いつやってたのゼロワン。それふわっちでやってたの今日、俺見てないんだよ。夕方どこでツイキャス移動車で、へえ、お見てないわ。エミ太郎 A 版おめでとうってマジ一瞬だけ、へえ、見てないわ。俺何やってたんだろう夕方、いや病院か、寝てたか、俺寝てたかな。ほら起きてさ、どこで知ったんだっけな、誰かの枠だ、あ、次はお前だルイージ、札幌池田のね枠見て、あとミツがなんかエミタロちゃん A 番になったってよって、嘘だろってマジで、入院は個室取ってる一応ね。でも分かんない、緊急で入ったら個室使えないかもしれない。エミタロザマーってさ、エミタロのツイキャスでもずっといじめてた、へえ、あコメントでピキってた。で俺今日ルイジに電話した時ね、エミタロそんなあの病んでなかったよ、うん、どうしようせいちゃんって A 版になっちゃったって、うん、養母もザマーって、あ YouTube、 俺も YouTube やりなって言った、うん、そう YouTube ライブやって、そっちの方がいいよって、ふわっちだと限界があるよ、ちょっと厳しいもんだって、うん、YouTube ライブだったら昔ほらそんな薬やってたとか言ってるぐらいじゃ落とされないしね、うん、甘いからね YouTube の方が。風俗で働くって、ツイキャスもダメなんだよね。配信で食えなかったら風俗行くってマジ、本番ありでマジかよ。見たら言えないよね、深夜中、そうだね深夜中ね、深夜チューブね、キャスもね収益つけらんないのって聞いたのルイジさん、つけらないって。いやどこで飯食うのって、ふわっち A 版ツイキャス収益ダメ、もう YouTube しかない、スベラしかない。パソコン持ってなくてもね YouTube は配信できるっけ、できるよね、深夜中やってるもんね、できるよ、うん。あとね YouTube で配信するのに条件があるんだよね、確か登録者数が1000人以上いないとダメなんだよ確か。
なんかあるよね条件が。なんだっけ YouTube で生配信するのに必要な条件って、なんかあるよね。なんだっけ、最初パソコンからじゃできないの、1000人と再生時間。そうだよね、なんかあるんだよね。いきなりじゃあ俺もうエヴァになったから YouTube で滑られるわ、 YouTube ライブやるわ、すぐできないんだよね。登録者数2000以上、2000人いないとダメ。今のエミタロの登録者数何人か知ってる？誰か知ってる？500人？あらー、それどうやって増やすのそれ。収益は1000人から。あらららら、マジで？どうやって増やすのそれ。うん、近藤さんどうやって増やしたんだろう。動画上げるしかないのか、やっぱり350人じゃダメじゃん。カレンちゃんも最初苦労してた。あ、変えるんだ。あ、登録者数変えるの。あーね、あ、これみっちゃんの Wi-Fi がない。あー、ダメだ。楽々1000人いった。今度はアウトローに絡んでいった。まあ、そういう人に絡まなきゃダメか、新野町とか近藤さんとかに売名しなきゃダメか。過去の炎上動画上げまくる。あーね、あー、エミ太郎あるじゃん、炎上動画あるのかな。動画職人いるのかな。それをそのまま天才しちゃべるのか。1000人が1分見れば4000時間、4000人が1分見れば4000時間になるんだ。なるほどね。じゃあ俺もさ、ワンチャン作っといた方がいいのかな、 YouTube のチャンネルバンになった時に。これチャンネルだけでもさ、すぐ作って登録者数増やしといて、バンになったらこっち行くわってすぐ誘導できないと、今からチャンネル作ってるぐらいじゃダメなのか。バンになってからチャンネル作ってるだけじゃダメなんだ。作んなきゃダメだね。ね、これダメだわ。条件があるんだ。あー、ね、今フォロワーが今2万4000人いるから、ふわっちのね、だから今見てるフォロワーさんが登録してくれてすぐ収益化につながれてね、配信できるようにしとかないとダメだわ。著作権が厳しいだね。プラットフォーム多くなきゃダメだわ、やっぱり。いや、一応アカウントはあるんですよ、僕一応あるのよ。そうだね、ちょっとパソコン買いに行く、明日パソコン買うか。でもうちのさ、東京のさ Wi-Fi マジ雑魚すぎて、札幌行けちゃに売名しに行くか、 YouTube。 あの子結構登録者数いるんでしょ、札幌行けちゃ。うん、経費になるしな。バックで流す音楽厳しい。あーね、 BGM ね。それは何、配信でもダメなの、それ動画じゃなくて。配信するのにも BGM 気をつけなきゃいけないの、動画だけじゃない、ダメなんだ。生配信でも気をつけなきゃいけないの、 BGM。 お金取られる、収益つかないんだ。2年ぐらい前の YouTube の切り抜き面白かった、大原詳しい。厳しいな、 BGM 厳しい。ディズニーダメね、池田なんか食う。そうなんだ、 M ヒデが YouTube 10万人いるんだ、あいつ花火の 4K のさ、すげえ綺麗に動画を撮って YouTube 載せてんだよ、 M ヒデが。あいつ登録者数10万人いるんだぜ。最初花火の動画上げる、 M ヒデと無断転載して花火チャンネル作る。
それで実は僕あの花火の動画が来てたんですけど、登録者数を増やすためのあの動画であって、実は僕ふわっちっていうサイトで配信してるセージクレイジーパピオンです。すいません、花火好きな人あの解除しないで、ね、登録者数ちょっと10万人まあ3万人いるんですけど、解除されちゃうのかな。いきなり花火チャンネル作って登録者数増やして、実は他のサイトで配信してるものなんですけど、誰こいつってなんのかね、うん、全然関係ない動画上げてさ、バズらせてさ、そう外人さんとかいっぱい見たらしい。だから10万人なんかすぐなんだよ、あえて、うん、うまいよなあいつ。でもあんま収益ないらしいけど、あんな10万人とかいても、うん、IKちゃんとね、いや池ちゃんさもう大手さんだから絡めないよ。今マンスリー1位でしょ。池ちゃんすごいんだ今アイテム、誰が投げてんのあれ、すごいね。札幌駅でマンスリー1位よ今、知ってる、めちゃくちゃバズってるあのおじさん、許せねえよ。マンスリー1位なんだ今、120万ポイントでぶっちぎりだぜマジ。誰がクローゼットさんついたの1位やで、しかも初日だぜ。2月1日初日で120万ポイント叩き出してんだよ、1日やでメインのイベント出て。誰がえぐない、キリストに投げた、1000万円投げる人がついたった、1000万円投げる人がついた、誰よ、クローゼットさん、爆投げメガホン、いや違うでしょ、有料アイテムめちゃくちゃ飛んでたよ。クローゼットさんついたの、池ちゃんに、嘘だれ、男の社長マジ、クローゼットさんは女性だからね、マジで言ってんの、許せねえなそれ。売名しに行くか、有名な投げてたのかな、ここ最近1000万円投げたらなんかクローぐらいだろ、いたっけ1000万以上投げた人。クローさんはまあそうだね、違う人なんだ、爆弾の女性って言ってた、女性だったらクローさんだよ。近藤の爆弾師東京在住っていう人、ちょっと違うじゃん、近藤関係の投げ師さんってことはそっち系だわ。じゃあ札幌駅じゃん、ほらあっち系じゃん、だそういう人を囲いたくなるんじゃない、うん、アウトロ系じゃんやっぱり。池ちゃんもさあれ全国飛び回ってんじゃん、あれ営業してるからな、あの人本当に営業マンだからな。やっぱね、爆投げされる人っていうのはそれなりになんかね頑張ってるよやっぱり、営業してんだよちゃんと、うん、営業マンだよあの子は。そう池ちゃんは全国行くからね、どこでも大阪でもしょっちゅういるでしょ、北海道にずっといないでしょ、だからあの子は本当にねアクティブだよ、うん、自分のリスナーさんつかみに行ってるよ、足で稼いでる、だそういうことしなきゃダメなのよ、ふわっちってマジで。全国あの自分のステッカーをさもう名刺代わりにどんどん巻いてね、あの営業しなきゃダメなのよ、ずっと家立つしてるあの人はダメよマジで、リアトス待ちとかさしないと、全国そうじゃないダメ、そう、あまあ慣れ合いすぎてもダメだけどね、そう投げ師さんとね癒着してね、ちょっと投げてくれなくなっちゃうから1回でも会っちゃうとね、そう距離感保たないと、
あ、前から言ってるよね、東京で家借りるってね、うん、まだ借りてないの。僕は結構ね全国行ってましたね、いろんなとこ行ってたね。ママ旅っていう企画でね、まあいろんな女性リスナーさんとエッチしたいだけなんですけど、おっぱい触りたいだけなんですけど、うん、でも今厳しいから、なんか出会い系みたいな配信じゃないですか、ちょっとコンプラ的にちょっと厳しいですね、あれは。まあ面白かったでしょあれはね、あの時は本当にバズりましたよね、せめてだよね。でも僕タヌキ枠とかやってやりだしたから来なくなっちゃった。あの時なんで あんなにママがいっぱい来たのかっていうと、通常枠だったから。通常枠だとディスらんないじゃん、ブスとかババアとか書かれないじゃん。だからあの顔出ししてくれてる人がいたんですいっぱい。僕はタヌキ枠やってるじゃん、なんかそうすると来なくなっちゃった、ディスられるから嫌だって。俺いじるじゃん結構、だからダメなの。せいちゃんはどの配信者さんを一番尊敬してるの？ゼロワンですね。ゼロワン以外さ、尊敬できる配信者さんいる？いなくない？頑張ってる人。一番頑張ってるよ。アンチも多いけどね、やっぱり。うん、いないと思うで。リスペクトしてるね、やっぱり。彼は。研究してるよやっぱり配信をね。配信でこうやって沸かすっていうね、ちゃんと勉強して研究して結果出してるからね、強いよ。ファンも多いからね、うん、結果出してるじゃん。ってマンスリー1位だよ。閲覧も多いでしょ、いつもすごいと思うよ。稼げてるし両方取ってるからね。閲覧も相手も両方取ってる、ナイスも取ってるでしょ。勝てるやついないと思うよあの人に。うん、なんか競売女が走ってきたんだけど、なんだこいつ、すげえエロ、黒い革のミニスカートで全力ダッシュしてきた。変なやついるね神戸は、うん、エロいやつが。松田のプラチナプラスはあんま、松平さんバカにすぎよマジで。松平さんマジで怖いかね、切れたら。 YouTube 見た？めちゃくちゃ怖えよ。あのね、とあるねリスナーさん、信長さん、小田さん、小田さんっていうリスナーさんにブチ切れてるあの動画見たんだけど、めちゃくちゃ怖えよ。バカにすぎマジ。あの人マジ反社だからね、元。怖えよあれ。あれ、これあの動画さ、音声で流したらパルちゃん落とされたんだっけ。あれダメなんだよね、あれ反射に弱してるからね、すごいんだよ。おいてめえこの野郎とか言って、これんのかこの野郎、あんま反射なめんじゃねえぞこの野郎とか言って、うん、あれダメだよねあの動画ね。あれもしよかったら見て、マジ怖いから、超怖えよ。うん、ヤクザもなめんなこの野郎。何で検索するんだっけ、松平元ふわっち。これだったら大丈夫かな、ヤクザ匂わす発言。これ大丈夫かな、2ヶ月前のやつ。なるでしょ、なるって俺だって。あんなまく何これ、ってやついくぞマジで、もっと。柄抑えるぞ。柄抑えるぞマジで。そんなを考えたら自分の人生経験があるんだから。多少のアンチなんかどうね、アンチなんかもう屁の格好でいかなきゃなんねえよ。わかるでしょ、うん、アンチどうでもいいじゃん、そんなの。勝手にアンチやってるやん。うん。うん、どうして構えなかんって。
からな、ポンニーみたいで。ポンニーみたいにいらねえから。いらねえからよ。芸人っていらないからな、ポンニーみたいで。ポンニーみたいにいらねえから。いらねえからよ。新しい怖いね。ポンニーって人があれなんだ。なんかネタにして動画上げてんだ。ポンニーって人、あれポンニーってなんだっけ。ジャガイモ王子のアンチだったっけ確か。ポンニービビってんの、ポンニーには。ポンニーって人いたんだよ、ふわっちで、配信者で。うん、ジャガイモ王子のガチアンチだった。すげえな、めっちゃ怖いよ松平さん。どれだっけな、ポンニーにピキルボンクラ、ポンニーにピキルボンクラ、違うな、何で出てくるんだっけ。あ、これだ。いや、見た、本当てめえ、この野郎だ。俺は聞いてんのか、これ。俺がヤクザモンだったらお前は射程にもできんぞ。ダメダメだ、こういうのダメだね、こういうのダメ。怖いよね松平さん。いや、口だけじゃないでしょ、ガチで元ヤクザが。危ないよ。うん、立ち悪いよ。 なんでさ運営さん、こういう人をさ、プラチナプラスでさ稼げるから野放しにしてんの、これ。これ A 版でよくない、これ。やばいよね、これ。近藤さんとかと一緒じゃん、だってこれ。なんでこれプラチナプラスなの、ずっと。反射いらなくない、マジ。これラショーも入ってんの。うん、怖いよ。なんでこんな人がさ配信してんの。もっと何、なんていうのこれ、何道会、陰道会、なんていうのこれ。どこの、ヤクザ、なんていうのこれ。近藤会っていうのこれ、近藤会、近藤組長の会、近藤会っていうの、有名なのそれ。どうか、山口系なんだ、マジで。運営さん、山口会系の人だよそれ。元その人いいの。一回でもさ、そっちの足踏み入れちゃった人をさ、ねえ、ダメでしょ配信させたら。よ、近藤って読める、あれ読めなくね。司忍の親方のところ、マジかよ。もうやめてよね。神戸にいるんだぜ、山口会系。怖いよ、いるからね山口組ね、神戸。怖いんだけど。いや、あれ神戸って2つあるんだっけ、山口組と山口、なんだっけ神戸なんとか組だっけ。うん、怖いよマジで。あ、行動会、近藤さん、行動会ね。ああ、聞いたことあるね。あんまよくわかんないのね、そっち系の話は。うん。なあ、なんでアイテムが上がるんだろうな、プラチナプラスなんだろうな。誰が投げてんだろうね。本家と元祖。松平さんだからね、ブロックしてんのよ、俺。ブロックしてて。絡みたくねえなと思って。怖いじゃん、元反射。うん、かけないそれ。誰が投げてんだろうね、そっち系のリスナーさんが投げてんのかね。うん、強いよな相手もな。閲覧20人とかでもプラチナプラスでしょ、30人とかで。いつも何人ぐらいなの、全然見てないのよ、ブロックしてるから。松寺さん何人ぐらいいつもいんの。
いつも世代交代、40人ぐらい、すごいよな。30人でプラチナプラスだぜ。だ、投げ師さんはそんないないんだと思うよ、多分数人だと思うよ。でも離れないでしょ、うまいんだよな、やり方が。そう、パズルしてんの知らない、見てない。キーボードは弾いてんの見たことあるけど、最近パズルしてんの知らない。あー、カテさん、カテさん、なんだっけ、カテさんって、カテさん、なんていうアカウントだっけ、カテさんってなんだっけ。あ、吸引カテ、吸引カテさん、俺も投げられたことあるよ、ある、爆投げし。あの人もこっち系なのかね、すごいよね、爆投げね。あの人気分で投げるから。俺もね、総合フォローだったんだよ、カテさん。ほんでさ、知らんがなだっけ、 なんだっけ、知らんがなって投げんでしょ確か、花火。ほんで俺でも来たんだよ、吸引カテさんが前。そしたらさ、なんか誰かバカがさ、たぬき枠だったのかな、まとめて投げろって入れたんだよ、パンって入れたんだよコメント。そしたら止まったんだよ、ピタッて止まって来なくなった。それ以来マジでムカついてる。誰だよ、あの時。